はいえー、と慶応生の服部容疑者のことですけれども、えー、となんとか大学の偉い先生がこの人は、まあ、挫折の連続で人間関係が希薄な中で生きてきたんじゃないかとか、まあ、おおいいこと言うなとか思ったんですよ。でそれの次のですね死刑、まあ、になる前のあな,るなる前のそれともなるための。 あ前のかあの晴れ舞台としてまあ、まあ、その大立ち回りをっていうで、まあ、ちょっとそこは私ちょっとまあ違和感を覚えちゃったんですけどもまあなんかその、うん、挫折の連続とか人間関係気迫ってまあこれ結構いろんな人に当てはまるなとかちょっと懐かし,懐かしくって言っちゃ変ですけどあのその岡山県の,あの八墓村のモデルになった。 えと富山三男事件でしたっけ津,ん津山30人殺しあれもまあ挫折の連続とかあったしで、まあ、最後、まあ、あの人はまあ最後自殺しましたけれどもねであとカリフォルニア州サンタバーバラの、えー、あエリオット・ロジャーさんですかねあの人もまあ最後自殺しましたけど最後って言ってもその当日に。 死にましたけどもまあなんかあれもなんでしょうねあの、えーまあ、カリフォルニアはまあ一応今でも死刑があるとでそのやっぱりんか、えーまあ、たとえその本人が自殺願望とかあったとしても、まあ、死刑になるまでの,そのまあ経過というかステップバイステップっていうか、まあ、それはちょっと待つの怖,怖そうだなとか思うんですよね。でそのあのあ まあ、死刑にされる恐怖恐怖をエネルギーにまあ自殺しちゃったんじゃないかなみたいに思いますけどもでその、まあ、服部容疑者でえっ、ー、とまあこれちょっとまあ私はあの、えー、登録者の少ないビデオあの YouTube チャンネルなんで、まあ、まあそこが小さいチャンネルの醍醐味って言っちゃ変ですけどもあのー、まあ ハロウィンの,ではあの,その名前が「はっとり」って聞いてであのつい最近そのアメリカのデラウェア州のユーチューバーの人、まあ、心理学者ですかねその人がそのまあ、えー、ルイジアナ州バトンルージュのはっとりくん事件について取り上げてたんですよ。でその人のその人発音の仕方があの ハットーじゃなくて「ハトワイ」みたいなそういう発音で言ってたんですよね。であのあじゃあもしかして、うん、この京王線の事件もあの BBC でも放,放送されてたし ABC ニュースでもあと NBC ニュースでも言ってたんでまあ容疑者の名前までは言,、まあ、言ってなかったですけれども、まあ、もし発音するとしたらああいうふうに発音するのかなみたいにちょっと。 私待ち構えてて聞い,て聞いてたんですけれども、ね、でまああの今日あたりのニュースではまあその,、まあ、その鉄,鉄道会社のによる、まあ、安全対策とかないだとか言ってましたけどもまあなんかねその、まあ、鉄道会社の安全対策まあまあそれ立派だと思いますけども。 まあ、いわゆる、まあ、日本特有のっていうか、まあ、アジアの国特有のって言った方がいいんですかねその無職の人にあの冷たい目線を送るとか、えーまあ、英語で言うとこのコールドショルダーですかね冷たい方その無職の人に対してこう冷たくしたり無視したりとか仕事失敗した人のことを笑ったりとか。 まあ、人の失敗を笑ったりとか無視したりとかそういう文化そっちの方を直した方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますよねまあその欧米っていうかまあアメリカ一国しかちょっと私分かんないですけどまあその銃乱射とかってそのカナダとかオーストラリアとかっていうはなんかあんま聞かないと思うんですよねアメリカばっかりでそ,そんな時も私思うんですけどもまああの いわゆる陰キャの人をあまり、まあ、いじめたり無視したり笑ったりとかまずそういう文化をなくしていった方がいいんじゃないかなとか思うんですけれどもねまあこういうねまああの、まあ、京王線の前は小田急線でしたっけね、まあ、参考にしたとか言ってますけども、まあ、そういうねうん、まあ、人の失敗を笑うとかあの無視したりとかそういうのやめ ったらいいいんじゃないかなとか思いま,す、ね、まあ、うんまあ、とあのまあ仕事まあそのオートが進めば進むほどに仕事って少なくなると思うから、まあ、これからはまあ仕事がどんどん少なくなると就職なんとか転職なんとかまあどんどんまあ大変だとは思いますけどもまあそういうねあの うま、人生うまくいってて甘い汁吸ってる人たちは甘い汁味しい味しいって言ってるだけでいいじゃないですか。その甘い汁吸えない人のことを笑ったり無視したりっていうのをまあやめた方がいいんじゃないかなと思いますね。そ、まあ、そのその戦で、まあ、逃げ惑っている人たちがそういうあの、まあま、うん 人生うまくいってない人を笑ってた人たちかどうかは、それはまあまあ、それはわかんない。まあ、その縦覧車とかでも、なんか被害者の人たちとか見てると、あのうん中には陰キャーみたいな人も何人かい,いますからね。で、その実際問題。まあ、その、なんでしょう、存在感のない人を。 笑ったり無視したりって、そういう人たちばっかりじゃないと思うんですよね、その被害に遭った人とか。で、でそういうまあ巻き添えとかそういうこともあるんで、まあなんかね、その、うーん、まあ、結果を出せなかった人を笑ったり無視したりっていうのに、まずそ,それをね、まあやめた方がいいんじゃないかみたいに、まあ思いますね。うーん,、まあ、なんかさっきもニュース 聞いててなんかこう海外に,海外に 100, 100億いくらのなんか支援とかっていやーまあ日本政府も太っ腹だなみたいに思いますけれどもね自分の国の人たちよりも外国の人を助ける方がたさ先なのかなとか思いますけれどもねはいそんな感じでございます。まあねあのー、まあああねの ちょっとね怖い世の中になったんでね、あのー、なんでしょう、えーとまあ、私もあのなんか機動隊がかぶるような、えー、とヘルメットあれとかあのもうフェイスシールドになるしマスクにもなるしなんか防弾チョッキとかもちょっとあの一般人でも買えるのかなとかちょっと、あのー、思いましたね。で、はいえー、ではこんな感じで はいえーとね、あのー、まあね、えーまあ、人生う,、うんあのー、うまくいってる人は、えーともう,ね、うまくいってない人をバカにしたり無視したりしちゃだめですよってことですねで、まあ、うまくいってない人はねご自分のことをまあバカにする人はまあ関係き、うん、決まっ 切れるものなら、まあ、まあまあ疎遠にした方がいいんじゃないかなって思いますね。まあ、だけども、疎遠にできない状況か。まあ、あのー、そんなクラス替えとか無理でしょうとか、転職とか無理でしょう。家を出てアパート借りるなんて無理でしょうみたいな。まあ、そういうのありますけども、まあ一人でも多くね。そういうあのー、嫌な人と、まあ距離を置くなり、疎遠にできる人が一人でもいるなら、まあ。 した方がいまああのまあ私自身まあまあバカにされるか、えー、無視されるか利用されるかのどっちかしかないあの日々を送っているんですけれどもまあ、うん、まあ時々混在することがあるんですよね。あ,のある人は私のこと バカにしましししまままたた笑いましたある時は無視しますで別の人は、まあ、私の何日間か,か利用したくてすり寄ってきました。でそのうんまあどっちも嫌だなって思うんですよ。あのそりゃど怒鳴られるのとあ、まあ、バカにされて怒鳴られるのとえっとその,その正反対で、えー、まあ利用す。 してやろうとかあの時間盗んでやろうと思ってあの猫なで声であの話しかけられたど,どっちがマシかって、まあ、どっちもどっちですよねそれは怒鳴られていい気はしませんよ」であのなんかこうパシリに使おうとしてあの猫なで声ですり寄ってくる人が、まあ、時々いますよ。でじゃあ猫なで声聞いてう 私う嬉しくないですよまあむしろあの虫酢が走るで内心虫酢が走ってるのに作り笑いしなくちゃいけないでそ,それはそれでまあ嫌だなって思うんでねまああのあだったらあのさっき数分前ご自分で言ったようにあのそんな人間関係だったら疎遠にすればっていうこともそうなんですけどもねはい。 わ私もあの自分で言った通りまあ疎遠にするように、まあ、ちょっと、うん、した方がいいかなって思いますね。はいもうあの自分のことは棚に上げビデオになりましたね、またね。はいということでございます。はいということでね。まああの まあ最近もうあの何でもかんでも難しくなってきてると思うんですよね昔だったら当たり前だったことがだんだん難しくなってきてるそのまあそまあ友達を作るとか、まあ、結婚するとかまああのまあハードル高くなってきてますよねうんまあまあその友達を作るって言ったところでその。 えー、まあ今の人間関係ってあのメリットにならない人とはそもそも友達にならないって人すごい多い,多いと思うんですよね。まあ、そうすると、まあ、利用価値がない人は友達もできないっていうそういうことになっちゃうんですよね。はい、ということでございます。はい、あの今日も、えーえー口 きつ音動画お付き合いくださりありがとうございました。